あら、コートが汚れてる。困ったものね。ワイルドって誰？エーテル戦線ってのも意味わかんないんだけど。ゲーム？どんなゲームのプロモーション？ふむふむ、カンパニーの最先端エーテルコピー技術を利用して見たことがある生物をエーテルコインの中に記録して、それを出力することで他のプレイヤーと対戦できる。エーテル体の仲間と一緒に栄誉を勝ち取ろう。へえ、結構面白そうだね。あんたがゲーマーなのは前から知ってたもん。ねえ、ついでに見に行ってみない？やったー！こういう技術を持ってるのってあの性格ハンターの女の子だけって聞いてたけど、今回は間近で見られるかもね。リベットタウンの広場だよね。ゼンは急げ、早速出発しよう。あの制服、メッセージを送ってきたカンパニーの社員かな。ああ、二人ともきっと来てくれると思っていました。早速エーテル戦線について説明しますね。僕は18年もプレイしている古参勢なので、知りたいことがあったら何でも教えますよ。できれば詳しく教えてくれない？もちろんです。エーテル戦線のことなら何度でも紹介しましょう。エーテル戦線、この名前でわかると思いますが、これはエーテルコピー技術を元にしたエーテルコインを媒体とする収集式の対戦ゲームなんです。プレイヤーはエーテルコインを通して自分が遭遇したことのある生物をエーテルの形式で保存することができる。そしてエーテル体として実体化させ、他のプレイヤーとバトルさせることもできるんです。収集、バトル、育成、レベルアップ、これがエーテル戦線のキャッチフレーズです。カンパニーもエーテルコピー技術を使えるの？パンクロードのハッカーだけが扱えるものだと思ってたけど。あなたの言う通り、この技術はパンクロードで生まれたものです。でもカンパニーと博識学会のたゆまぬ努力のおかげで、エーテルを編集する初歩的な方法が解明されたんですよ。今の僕たちはまだあのハッカーたちのように現実のデータを思いのままに改ざんすることはできません。でもいつかきっとできるようになる日が来るでしょう。僕を信じてください。ねえ、やっぱりやめた方がいいかも。なんか危なそう。メッセージで言ってた青函結晶フェスティバルって何？いい質問ですね。このフェスティバルはエーテル戦線競技協会が毎シーズン末に開催している全宇宙のプレイヤーに向けた大会でして、
期間中は宇宙各地のプレイヤーが一堂に会して交流を深め、一緒にゲームを楽しむんです。ただ性格が生還通路を塞いだせいで、今回のフェスティバルはオンラインの観戦形式に変更されてしまって、それでも現地で観戦したいという人たちのために僕たちのオフライン会場を開放しているんです。教会って優しいんだね。それはちょっと人を困らせないの。カンパニーの評判が今みたいになっちゃったのはこの人だけのせいじゃないんだから。そうそう、うちらすっごい気になってるんだ。このゲームってどこで遊べるの？まさかこの僕がゲームの布教に成功する日が来るなんて。え、そんなに喜ぶほど布教できてなかったって、もしかしてこのゲーム面白くないとか？まさか。違いますよ。ただそのずっとゲームをプレイしている身として感動してしまって、あなたたちには理解できないかもしれませんが、僕の名誉にかけて保証します。これは宇宙の最先端を行く娯楽。もし面白くなかったら僕のところに来てください。鉄は熱いうちに打て。二人が興味を持ってくれたなら、早速フェスティバルのサービスロビーでアカウントを登録しましょう。ついてきてください。ここの雰囲気なんか変わった？二人ともここに来たことがあるんですか？カンパニー、見てください、ここが今シーズンの青函決勝フェスティバルのステージです。活気を取り戻したヤリイロ6が早く流行に追いつけるよう、競技協会は特別にこの星を選んだんですよ。よろしい、すべて計画通りですね。あれ、あなたはジョバンニさんじゃありませんか？ん？ああ、ワイルダーさん、どこに行ったのかと思ったら、まさか凛々しい紳士と美しいお嬢さんを連れてくるとは。ようこそ私の競技場へ。私の予想が正しければあなたたちは開拓者ですね。青函決勝フェスティバルのことを聞いて腕を振るいに来たのでしょうか？ねえ、この人の仮面ちょっとかっこいいと思わない？やはりそうでしたか。あなたは噂通りの方のようですね。私はジョバンニ・デ・ジョルジオ・ダ・イプシロン、イプシロンのしがない商人であり、今回のフェスティバルの単独スポンサーでもあります。以後お見知りおきを。自己紹介ありがとう、ジョバンニ・デ・ジョルなんとかかんとかさん。聞くからにすごそうな人だけど、なんでここにいるの？気にしないでください。美月さんの素直な性格とても素敵だと思いますよ。さて、美月さんの質問に答えさせていただきますが、ご覧の通り青函決勝フェスティバルは間もなくこの美しい氷雪の星で開催されます。そして私は今回の大会の単独スポンサーとして会場の運営状況をチェックしに来たのです。それに大会に出場するプレイヤーやお二人とお近づきになりたいと思いましてね。広い宇宙で商売する以上、友人は大いに越したことはありませんから。もしお二人が私のことを友人と呼んでくださるなら、
これほど光栄なことはないでしょう。仮面をつけてていかにも怪しそうだけど、すごい人でも悪意はないみたいだし、親しみやすいかも。あんたはどう思う？うちもあんたの判断を信じる。よろしくね、ジョバンニさん。あなたたちのような友人ができるなんて、今日は私の人生で最もいい日になりました。エーテル戦線というゲームについてはすでにワイルダーさんから説明を受けたと思いますので、私からは聖冠結晶フェスティバルに関することを説明させていただきますね。ジョバンニさん、それは僕の仕事なので、やっぱり僕が。いいんですよワイルダーさん、せっかく友人になれたのですから、私が説明しないわけにはいきません。あなたは他の業務に当たってください。ここからは私が案内しますから。ありがとうございますジョバンニさん。それじゃあ僕は先に失礼しますね。さあ何でも質問してください。会場と聖冠結晶フェスティバルについて知りたいことはありますか？ここですか？ここはベロブルグの武器実験場。少なくとも700年前はそうでした。ここを修繕する過程で、私たちは埃に埋もれた自動騎兵の製造ラインをいくつも発見しました。数百年前、ベロブルグの人々はここで騎兵の性能をテストしていたのでしょう。現在は私の三女のもと、カンパニーとエーテル戦線競技協会がここを大会の会場として使用しています。つまりここは私の競技場なのです。もちろん守っていますとも。このプロジェクトはベロブルグの建築組合の組合長、そして文化大臣からも直接承認を得ているのですから。まあ彼らが大守護者様の承認を得ているのかどうかについては私が口出しできることではありません。私が提供できる情報は以上です。他に何か聞きたいことはありますか？その通りです。下にある巨大な円盤が見えますか？大会が始まると、あそこはエーテル戦線のプレイヤーたちが自身の実力を証明する舞台となるのです。開催期間中、ここで宇宙各地のプレイヤーと交流を深め、自分のエーテル体を育て競い合うことができる。ああ、うっかりしていましたね。ご存知のように今回の大会は性格の影響により多くのプレイヤーは現地に足を運ぶことができません。なのでおそらく今回はあなたの顔見知りしかいないでしょう。それなら簡単です。まずはフェスティバルのサービスロビーにある端末でアカウントを作成してください。お二人ともまだ自分のアカウントを作っていませんでしたよね。それが終わったら、私から皆さんに今回のフェスティバルの内容をご紹介しますので、楽しみにしておいてください。あまり疑心暗鬼になるのは体によくありませんよ。安心してください。私はただゲームを楽しみたいだけ。さらに言えば、プレイヤー同士が競い合い手を取り合う姿を見たいだけですから。私の名誉と仮面に誓って、それ以外のことは何も考えていません。あ、じゃあうちから質問。これまでいろいろと話を聞いたけど、先にゲームで遊んでみてもいい？
言葉で説明されてもやっぱりよくわからなくて。もちろんです。特別に私のエーテルをお貸ししますので、ぜひバトルの楽しさを体験してみてください。おや、あちらが騒がしいようですね。何かあったのでしょうか。ちょっと、その手に持ってるコインを渡しなさい。このガキ、この年で手癖が悪いって。大人になったらどうなるんだ。これは俺が拾ったんだ。ちょっと、いい加減にしなよ。子供をいじめてどうすんの。開拓者の姉ちゃん、 こいつは危険だ。大丈夫、うちらに任せて。カンパニーの皆さん、あのコインに固執している様子を見るに、エーテル戦線のプレイヤーですね。どっから出てきたのよ、この仮面男。私がプレイヤーかどうかなんてあんたに関係ある？そうだそうだ、お前に何の関係がある。仮面なんかつけてこそこそと。もしかして変態か？私は、もし皆さんがプレイヤーなら、エーテル戦線のルールにのっとってバトルしませんかと言いたかっただけですよ。こちらにいる紳士と美月さんが、このお友達の代わりにあなたたちに挑戦するというのはどうでしょう。もし彼らが負けたら、コインはあなたたちの戦利品になりますので、好きにしていただいて構いません。ただし、もし皆さんが負けたら怒りを収め、少なくとも私の競技場の中では騒ぎを起こさないでいただきたい。どうでしょう。あんたならそう言うと思った。どうぞ。こちらが初心者向けのエーテル隊たちです。ルールに慣れるために使ってください。もしお二人がこの程度のエーテル隊すら倒せないのであれば、このゲームには向いていないと言わざるを得ませんね。この私たちを見下して。絶対にトパーズ様ファンクラブのメンバーの凄さを分からせてやる。よし、悪者は追い払ったよ。エリック、大丈夫だった？大丈夫、ありがとう、開拓者の姉ちゃん。うん、大丈夫ならよかった。それで、なんでカンパニーの社員にイチャモンをつけられてたの？俺にもわからない。俺はただ、道で偶然このコインを拾っただけで。
コインを見ただけでは誰が落としたものかまでは分かりませんね。先ほどの方たちは他にも何か言っていませんでしたか？例えばトパーズに関することとか。そうだ、あいつらトパーズの名前を出してた。どういうこと？思い出した、あいつら自分たちはトパーズって人のファンクラブのメンバーだとか、全宇宙の最強エーテル体を集めてトパーズに送るとか言ってた。そうすればトパーズがフェスティバルで連覇できるって。え？トパーズってそんな手段を選ばない人だったの？それは何かの誤解だと思います。私もトパーズさんとは交流がありますが、彼女はそのような方ではありません。それってこのコインはトパーズのものじゃないってことだよね。じゃあ持ち主は誰なんだろう。コインには何の情報もないみたいだけど。ええ、このエーテルコインには持ち主に関する情報が何もない。持ち主に返すのは至難の業でしょう。俺、このコインやっぱり開拓者の兄ちゃんと姉ちゃんに渡すよ。俺はこれが何なのかわからないし、先生の遊び方も知らないからさ。でも兄ちゃんと姉ちゃんならこのコインを使いこなせるんだろ。エリックがそう言うなら、コインはうちらが保管しておくね。ジョバンニさんはどう思う？私もそれがいいと思います。交換も育成もエーテル戦線の一環ですから、このコインを存分に活用してください。じゃあ兄ちゃんと姉ちゃんに任せた。俺は先に帰るよ。親父が家で待ってるんだ。あ、ちょっと勝手に行っちゃった。ねえ、あの子を家まで送った方がいいんじゃない？またカンパニーの社員に会っちゃったら。その心配はないかと。カンパニーの社員の大半は労働倫理を守っていて、カンパニーの名声に泥を塗るような真似はしませんから。お二人ともここでコインからエーテル体を呼び出してみてはいかがでしょうか。お二人が本当の意味で初めて獲得したエーテル体ですから、お互いを知っておいた方がいいでしょ。確かに。このコインどうやって操作するんだろう。あ、出てきた。これって次元プーマン？次元プーマン、これは非常に珍しいエーテル体ではありますが、あまり強くありません。カンパニーの方たちはなぜこれを奪おうとしたのでしょうか。あれ、この子なんか怖がってる。どうしよう、うちら何か間違えちゃったとか。安心してください、美月さん。おそらくですが、この次元プーマンはもともと臆病な性格なのでしょう。しかし少し妙ですね。コインに保存されたエーテル体の生物データに特殊な性格のものはないはずなのに。プログラムによれば本来はおとなしくて聞き分けがよく、プレイヤーの指示に忠実であるはずなのですが。え、どうしよう。ねえ、あんたが指示を出してみたら。わかりました。これはおそらく何らかのデータ異常によるものでしょう。通常の流れではエーテル戦線のプロジェクトチームに報告して処分してもらう必要があるのですが。処分されちゃうの？でもそんなのやだ、カンパニーには渡せない。ねえ、この子を残しておこうよ。ダメ？なら絶対この子を見捨てないと思ってたよ。とにかくこの子を連れてフェスティバルに参加しよう。まずはいい名前をつけてあげないと。ねえ、どんな名前がいいと思う？
っちも考えてみる。ちょっと普通すぎるような。でもあんたが決めるんだったらそれでいいよ。それとももう少し考えてみる？オッケー、一緒にゆっくり考えよう。でも、もしあんたが他の名前がいいって言うなら、もう少し考えてみてもいいよ。見て、反応してる！この名前が気に入ったんだね。よしよし。どこから来たのかわからないけど、一緒にチャンピオンになろう。もちろん、この子がどこから来たのかわかればもっといいけどね。皆さんが笑顔になれる結果になりましたね。それでは今からエーテル戦線プレイヤー端末の使い方をレクチャーしましょう。こちらへどうぞ。これがエーテル戦線プレイヤー端末です。さあ実際に操作してみてください。何かあった時は頼りにしてるよ。先ほど私が言ったことを覚えていますか？各地のバトルランドに行ってバトルランクを上げ、各ランドの試練をクリアして全ての資格バッジを獲得すれば、あなたたちはフェスティバルのクライマックス、トーナメント戦に参加することができます。さて、私はフェスティバルが無事に行われるよう他の施設の運営状況も視察しなければなりませんので、これで失礼しますね。また何か質問があればサービスロビーにいるスタッフが答えてくれるでしょう。皆さん、ぜひこのフェスティバルを楽しんでください。また後でお会いしましょう。凛々しい紳士と美しいお嬢さん。よし、学べるものは学んだし、そろそろ旅に出る時間だね。最初のバトルランド、残響回廊へ出発。